演武開演。どうも、本日はじゃ雪の宿アソートの中から カスタードを食べたいと思います。カスタードの雪の宿、なんだか珍しいですね。こういって、こんなの。では、いただきます。まさに一味違いますね。色気のあるパリパリのおせんべいの上に乗っているカスタードはほんのり卵感があって、普通のサラダせんべいとはまた違った味わいを出していて美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。